ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。ちょうどいいわね。雷光、ここに現れなさい。
やっと来てくれたんですね。どう？協力した方がいい？ブローニャをサポートしてくれるというなら反対しませんが。反応検査、一掃します。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。位置について。次はブローニャの得意分野のようです。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。エネルギーカード、全エリア放火。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣？これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵に至り救世が剣になった。これが人類の気概だ。成功の終点、終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負えない。
自分の命を重厚に押し込む。君たちが全てを超えられるように。やっ、キアナちゃんの見せ場よ。そんなもので空の律者は参ったりしないよ。かつてのお前の敵も食らえ。もちろん
できる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法。例えば私のコアシークレットキーがあれば、匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。みんな頑張って！これが最後の戦いだよ。呼びエネルギー反応コンタクト実装する。ケビン、君の勝ちだ。つまりこれで終わりなの？ああ、これで終わりだ。聖魂計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？それもまた面白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの？今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか？いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。そろそろ最後の切り札を出す番だ。